I've just arrived here at the Furano Prince Hotel. I had a friend who used to work here on the concierge, and he told me about some music that was played non-stop that rarely got into his head. And there's a reason why this music is so special to Furano. この音楽は何ですか？その国からで流れてた曲です。Hear the cicadas? Summer's here. This local loop that we're going to do from Furano is going to take in Rockagore. According to the locals, that's where I'm going to find out the answer to this music and why it's made Furano a famous place in Japan.Stops on this ride is the Furano Jam Factory. Konnichiwa. Ah, de kankou spot kana? Sagashiteru desu kedo mo. Namae wasurechatta kedo ongaku shite masu ne. Hai. Da na 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 na.ちょっと待ってください。なななななななさらば私、北の国から。あ、うん、その音楽は、北の国から。北の国から、さらば私。So they're not doing jam tasting, unfortunately, at the moment. But they are still selling these jam tarts, which are the best tarts I've ever eaten.So good.Head out to a place called Beberui. 素敵な犬ですね。I've got a buddy who lives there with his family, and he's been living a pretty alternative lifestyle for the 20 or 25 years he's been living in the area.They have some natural springs at their cafe, which they run. Ah, 今やってますか? ちょっと。遅いでしょ。Kaido, you need two sets of windscreen wipers. One for summer, and one set for winter. ああ、奥さん、風見のやつだから。はい。あ、奥さんの。あ、そう。だから、東京のナンバー。ああ。何年前？東京からオートバイで来ました。そうそうそうえ、ここで知り合ったんですか?ここじゃないけど、まあ中富良野で。ああ、うん、そっか。中富良野のキャンプ場で知り合った。ああ。最初に会った時に二人ともバイクで。そうだね。はい。俺もバイクで。はい。冬にもバイクやってましたね。はい。友達変わった奴らがいっぱいいたから。はい。で、スパイクピン。はい。ここにいっぱい全部ピン打って。で、時速100キロ。あの、宗谷岬ってあるでしょ?はい。一番北のところ。はい。あそこに、あの、ジャニアリーファースト。はい。初日の出を見に行こうって言って、はい。で、みんなでぶっ飛ばして。すごいですね。あれで、あの、エンデューロレーサーとか。はいはい。国際レーサーとかも来てて。はい。みんなバカみたいに走ってて。一番後ろは何ですか?一番後ろ、え、何、あれ草何トマト?あ、それはトマト。あれはトマト。はい、はい。はい。食べるものはすべて自分で育てたり、使い目で来たもの。
ですか、大体。大体そうだね、自分たちで作ったものか、はい、知り合いの農家さんとか、はい、よっぽど、うん、まあないのはまあもちろん買うけど、はい、うん、クマもたまにメニューにありますね。ね、ここのグループが年に何とか取るから、はい、だからその時にもらう。ああ、そっか。やっぱり自分でハンティングちょっと厳しいから。一人じゃ危ないね。ああ、うん、ハンティングというよりは、はい、なんていうの、駆除っていうのかな。はい、あまりにも、はい、家に近いところに来て、はい、もう離れない。ああ、クマがいると、はい、町から言われて、はい、駆除してください。あ、クマ出ますか、ここに。出る？うん。その辺とかで。ああ。いてもおかしくない。たまに足跡とか。はいはい。うん。やっぱり森すごく近いですからね。そう、だから何もしないで、ここにいるクマは何もあんまりしないから、だから別に、はい、打つこともないけど、はい、どうしてもね、毎年子供を産みます、2頭を産みます。ああ。そしたら増えてくる。じゃあ、テリトリーがどんどんなくなっちゃうから。はいはい。あと、日本のどっから来ましたか？私は東京。あ、東京。あ、そうですか。全然違う生活。してますね。これは大阪。ああ、そっか。電気はないところ、いっぱい雪降って、結構大変でしたかな。まあでもね。慣れる。うん。逆に向こうは冬の方が寒いけど、はい。なんだろう。冷蔵庫とかいらないし。で、おじさんの土地ですが。そう、おじさんね。うん、で、おじさんは、フラノの出身。うん、大阪の人。あ、昔、なんかね、騙されて買ったのか。はい、はい。北海道の土地ですよって言われて、買ったのか、はいはい。まだ生きてますか？あ、もう亡くなっちゃったね。あ、はい、そう、だから、亡くなる前に、もうもらったんです。ああ、そうですか。ここが、貯蔵庫。貯蔵庫。じゃがいもとか、玉ねぎとか。ああ、で、冬に入れる。そう、冬入れて、春、使う。ああ。一人ぐらい住めるんです。はい。去年までは、だいたい子供が生まれてこれぐらいのが、増えて、はい、減らないんだよね、毎年。うん。だけど今年全然、こうやって見ても、今2匹ぐらいしか見えなかったから、多分少ないんだね。うん。で、から、出雲が言うには、カラスがこう、ジャンプして、取ってったって。すごいね、カラスは。賢いやつもいるな。日本製ですか？インターナショナル。いや、違うね。インターナショナルどこだろう。アメリカはどこだろう。うん。やっぱり雪、自分で雪、ね、どのぐらいかかりますか？いっぱい雪降ったら。でも、2時間ぐらいあれば綺麗になるんだよ。あ、2時間。うん、あ、ミルクのタンク？ミルク、うん、ミルクの保冷タンクっていうのかな。はい。牛屋さんいるか？はい。牛乳を、搾乳して、そこに、貯めておいて、はい、ローリーが来て持っていくっていう。ああ。ための牛乳のタンク、これ何リッタル？はい。2000リッタルとか。使う予定ですか？いや、使わない。ミルクには使わないんだけど、はい。お風呂にしようと思った。いいですね。水をここに入れて、で、露天風呂にしようと。何リッタル？1400リットル。1500リットル。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
で、一つところを探してるんですけども、はい、音楽だけしてますね。音楽あで、多分この辺にあると思うけど、そう。あ、で、どこに？見つけたかどうかわからないですけども、で、ちょっと特別なところを探してるですが、うん、で、音楽だけしてるですね。あだなななななななだなななななな、こ、それはここですか？そうですよ、これ北の国からのテレビドラマのテーマ曲。ああ、そっか、見つけましたか。So the music I found out is from a television drama called Kito no Kuni Kara, which means from the North Country. It's the story of Goro, who's a man living in Tokyo with his family. His wife leaves him, and so he decides to bring his children back to the family home in Hokkaido, to Rokugo. And this was the family home here.Not much more than a shack. One of the themes of the drama is living simply in the countryside, which is kind of ahead of its time, probably 40 years ahead of its time, because we're going through that sort of movement now. But you can see the Goro constructed the houses out of various things that he found. Sort of safe there, and a ski gondola.Tickets, please. Back of the bus, where all the rebels used to sit. Car window. It's quite a good idea. Bottles for the windows. I remember using a phone like that. Must be getting old.What's that?